本辰野駅は兵庫県辰野市辰野町中村にある西日本旅客鉄道美目新線の駅。辰野市の代表駅である。山陽本線には辰野駅があるが、こちらは辰野市の伊保川町駅に位置した。旧市名は辰野だが、駅名は辰野というように、流の字が常用漢字になっている。2010年3月12日までは、姫路方面からの列車の 約半数がこの駅で折り返していたが、翌13日のダイヤ改正により、大半の列車が、針間新宮駅、左陽駅発着に変更され、この駅での折り返し列車は、平日朝の1往復のみとなった。この列車も10月12日の修正で、針間新宮駅折り返しに変更され平常時は、当駅で折り返す列車は存在しないが、大雨時などで、 東橋崎張間新宮駅間のイボ川が渡れなくなった場合は、運転区間を変更し当駅で折り返しとなる列車が設定される場合がある。また、1989年の改正までは、姫新線を経由していた急行、ミササ、ミマサカなどの優等列車が運転され、当駅にも停車していた。本達の駅ホーム。大雨により、本達の止まりとなった。 列車相対式ホーム2面2線で日中を中心に行き違い設備を利用する京城駅。2009年3月まで使われた初代駅舎の頃は地上駅で短式、島式2面3線であったが駅舎から遠い一線は撤去されている。それぞれのホームには階段、または2機のエレベーターを利用して行き来する。改札付近。 編集姫路鉄道部管理の業務委託駅で緑の窓口が設置されている。ただし夜間は無人で昼間でも不在になる時がある。1931年の開業時から直営駅であり、近年では兵庫県内の姫新線の駅の中で唯一の直営駅であったが2016年の6月に行われた窓口営業時間の改正とともに、 駅員が JR 西日本交通サービスの社員に変更となった。2016年の姫新線内での愛子か、使用開始の最低危険の発見が可能なタイプの交通系 IC カード対応の自動券売機に交換された。また、改札口には IC カード専用の簡易自動改札機が入場、出場用がそれぞれにセット設置されている。ホーム間は、 古戦郷で連絡する。駅、西口、編集駅の西口には、バリアフリー対応の多機能トイレが設置されており、観光案内所と地域の交流施設が入居している。また当期には、ロータリーと駅前交番の横に、イルミネーションが施される。駅東口、編集駅の東口には、有料駐車場と無料の駐輪場が設置してあり、開発された住宅地が広がっている。 駅橋上加工時のため2009年1月にホーム上にあった1941年春工の旅客和屋を撤去し新しい駅舎ができるまでは駅北側に設置された仮設駅舎に役目を託し2009年3月27日に旧駅舎はその務めを終え4月から解体撤去された橋上駅舎が2010年2月に完成し同年3月13日より使用開始された 新しい駅舎は総工費約11億円で、地元の辰野市がほとんどを負担した。面積は約700平方メートルある。初代の駅舎は1931年の開業以来の木造駅舎で、面積は約136平方メートルであり、針間高岡東、津山間の姫新線の駅としては、最大の規模のものであった駅のホームをつなぐ、古戦橋には、 高取ワークス 1912IGR と、鉄道院時代の国員がされた支柱が使われていた。駅舎橋上加号は、2番乗り場に移設展示されている。上り、下りともに普通列車が1時間あたり、2本が停車する。朝夕の通勤時間帯は、姫路方面が1時間に3から4本、針間新宮方面は1時間に3本程度と、本数が若干多くなる。上りは、 すべて姫新線の起点である姫路駅、下りは大半が、針間新宮駅、不規則で、左右駅、光月駅も朝晩を中心に出ている。2010年のダイヤ改正までは当駅から終点の姫路駅まで、途中全駅を通過する、快速列車が運行されていた。2019年度の1日平均乗車人員は1945人で、ある。これは、 兵庫県内の姫新線では2番目、姫新線全体では4番目に多い。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。直近15年間ではそれほど差がないものの、乗車客数は年々やや減少傾向にあったが、高速加工時や沿線イベントの開催などで徐々に持ち直している。立つのは、針間の小京都とも呼ばれ、古い街並みが続いている。 バス路線タツノ市、コミュニティバスツイタ往復のみ設定張り間、新宮駅、新宮総合センター行辰野ノ駅、市民病院、新米古行西日本旅客鉄道京姫新線、大地駅本辰野ノ駅東橋崎駅。ありがとうございます。